縦の糸はあなたは、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。はいどうも、 LDH ボーカル講座へようこそ。このチャンネルでは LDH の楽曲を歌唱分析し発信していくチャンネルです。ここの情報が少しでもカラオケなどの参考になれば幸いです。今回は EXILE ATSUSHI さんの糸を歌唱解説していきます。この曲は中島みゆきさんのカバー曲で、 ATSUSHI さんのカバーが CM にも起用されていました。 ATSUSHI さんの絶妙な甘くて尊い歌声が染みる一曲です。EXILE の ATSUSHI さんの声に憧れる方結構いますよね。僕もその一人です。憧れすぎて ATSUSHI さんの出身校である音楽専門学校に入ったぐらいなんですよ。これ憧れすぎちゃいますか。まあ僕自身歌は全然なんですけどね、ピエン。まあそのおかげで歌や音楽に対する知識は少しは身につきました。 ATSUSHI さんのように歌いたいっていう方は多くいらっしゃると思いますが、声質自体は10人十色なんで、 ATSUSHI さんのようにするのは難しいですので、歌い回しやポイントを抑えて歌唱力という面で ATSUSHI さんのように歌えるように練習していきましょう。ではよろしくお願いします。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない。はい、 A メロから解説していきます。出だしのですね、なぜなぜ、一発目の音からしゃくり、音を下から上にしゃくり上げるっていうのがポイントになります。ストレートに歌うと、なぜ巡り合うのかを、なぜとなりますが、 ATSUSHI さんはなぜと歌います。なーなーなーの母音のあの音でちょっと上がる感じですね。なぜ巡り合うのかを、ここはかの音でちょっと子音を強調して歌ってあげて、ウォーの母音でしゃくり、下から上に音程を上げて、でビブラートをかけます。巡り合うのかを、巡り合うのかを、私たちは、ここは私たちはではなく、わわわ、ちょっと包み込むような感じで、私たちは、タの音もちょっと少し高くなるんですけども、優しく発音してあげます。私たちは何も知らない。ここの知らないの C のところも、知らない、 C の母音の E でしゃくり上げます。知らない、いつ巡り合うのかを、ここもカーの子音を強調してあげて、ウォーの母音でしゃくり上げる、そしてビブラートをかけます。巡り合うのかを、私たちは、ここは1回目の私たちはよりは若干強めに歌ってあげます。私たちはいつも、ここのいつものもは、母音でしゃくり上げてビブラートをかけます。いつもいつも知らない。ここの知らないは1回目の知らないと、全く同じ
なのではなくて尻の入りでこうしゃくってくるんですけども、その後に細かいビブラートを淳さんかけてます。知らない、でないのなーのシーンを引っ張ってきてあげます。知らない、知らない。この淳さんの糸の川 A メロはですね、全体的に優しく歌ってあげます。私たちは何もっていう感じではなく、私たちは何もとちょっとこう息を混ぜたような、優しい感じ、ウィスパーほどではないんですけど、若干ですねバリバリの地声というわけではなくて、ちょっと少しそこに息を混ぜたような、歌い方になります。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。はい、Bメロの解説になります。どこにいたの、ここのフレーズですが、どこにいどこにいたののい、いたののいですね。ここでビブラートをかけてあげます。どこにいどこにいで、その後ファルセット裏声に切り替えてあげます。どこにいたのたのえたたの、子音を強調して T の音を強調します。たのたの母音のあはしっかりと言ってあげます。どこにいたの、生きてき生きてき生きて生きて、ここ音をこうフォールさせるような感じで、加工させてあげます。生きてきたの、生きてき、ここのキーもビブラートをかけます。淳さんはですねバラードの場合ですね、断るごとにビブラートを入れてますので、しっかりそこをコピーしてあげると淳さんっぽくなるかなと思います。遠い空の下、遠い空の下、ここの下のところで、ちょっとウィスパーボイスですね、ささやき声を入れてあげます。遠い空の下、二つの二つの、ここはノーの母音でしゃくりを上げます。二つのでビブラート、二つの二つの物語。ここをしっかりとアクセントを出してあげてください。物語、 B メロの最後のフレーズでもあり、サビの前でもあるので、しっかりとアクセントを出していきましょう。物語、 B メロはワンフレーズ目のどこにいたの、ここのファルセットの切り替えが重要かなと思うので、しっかりと練習してみてください。縦の糸はあなたは、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。縦の糸はあなた、はい、サビの解説に行きます。縦の糸はあなたは、タのところは母音でしっかりとビブラートをかけてあげます。縦の糸はあなたは、あなたは、あなたは、ここ若干、音程が変化しているので、しっかりと原曲聴いてもらって覚えていってください。横の糸は私、ここの横のところでもビブラート、この糸は、ここのトーのアクセントしっかり、とは私、
私、優しく包むような感じで、私よこの人は私、織りなす布はあなたは、あなたは、ここは織り織り、しっかりと音程を追っていきましょう。織りなすす、ここは子音を強調します。織りなす布はいつか、ここの2もしっかりと子音を強調します。いつか誰かを、ここの裏声ファルセットの切り替えをしっかりしてあげましょう。ここのファルセットがふにゃふにゃっとしたような感じだと台無しなんで、いつか誰かを、いつか誰かをとかだと、せっかくここまで綺麗に歌ってきたのにダメな歌になってしまうので、しっかりと綺麗に切り替えれるようにしましょう。いつか誰かをで、ビブラートもかけます。いつか誰かを、その後ろのフレーズですね、ウィスパーボイスから入ります。温めうるかも、温めうるかも、ここは歌の強弱で言えば弱の部分ですねを強調して、歌のフレーズ入っていきます。温めうるかもしれない、知れない、最後の知れないのなのシーンを引っ張ってあげます。知れない、大げさに引っ張らなくてもいいので、あつしさんも若干だけ引っ張ってあげてます。知れない、最後ビブラートでサビを締めましょう。まあこの曲ですね、終始やはりバラードになるので、ビブラートがちょっと必須かなと思います。ビブラートの出し方については前回の動画でも喋ってますので、もしよかったらチェックしてみてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。優しく包み込むように歌う中にも力強さを表現している箇所もあり、繊細な歌唱力が求められる楽曲ですね。幅広い世代に愛されている楽曲なので、ぜひ練習を重ねてカラオケで挑戦してみてください。はい、この動画を見てくださって、なんかカラオケでうまく歌えそうやんって思っていただけたら嬉しいです。今後もこうした LDH のアーティストの楽曲をどんどん解説していこうと思います。きっとあなたのカラオケライフに役立つと思います。ぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。